1から4班とで 5から8班が模型作成という形で、ちょっと実習室と入れ替わってですねやっていきます。というのも生理学試験ですね、下の方の備考の欄と書いてるんですけども、試験の前2時間は飲食、専攻、歯磨きが禁止ということですので先生、親知らずも取ります。はい、それから術者の人、衛生科の人聞いといて、これから撮るのは研究用模型ですよね。口腔内の状態を知るための研究用模型ですから、8番がある人は8番まで全て撮ってください。いいですか？で必ずですね、指摘するときに口腔内よく観察してくださいね。でトレーが合わないと何回撮っても椅子取れませんのでね。基本あるやん。